まあ、この川内本人もとにかくオリンピックには出るだけではダメで、誰が出ても文句ないという選手が出るしかない、そのために自分は自己ベストを更新するしかないんだという話もしていました。とにかく順位だけでなく世界に出るためにはタイムも大事です。しかしここで川内優輝、日本人トップ、少し空いてきましたね。少し今井正人との差を広げ始めて、さあ一気にゴールに飛び込んでいこうという川内優輝です。さあその川内が、ま、今井との意地と意地のぶつかり合い、お互いに歯を食いしばってのデッドヒートでしたが、川内が前に出ました。ゴール予想タイムは2時間10分を切るかそうですね、というペースになっています。あの10分を切ると思いますね。はい、はい、やっぱ川内君はこれはすごい根性してますね、見直しましたね。これは今井、前田、この3人の三つ巴、そして川内が前に出ました。今井をかわしました。川内のこの、まあ、市民ランナーの星として練習がなかなかできない中で実戦で磨いてきたその勝負強さが見事にこの福岡でも花開いています。やはりあの世界選手権のね、はい、ああいう大舞台を経験したというのは大きいですね、今井正人も歯を食いしばって川内についていきましたが、その差が広がっていきました。さあこのまま川内が逃げ切るか、あるいはもう一波乱トラックであるのかどうか、苦しい表情になりました。あの山登りの神と言われたその今井正人です。